皆さんおはようございます。ペンジ万歳です。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。今日は書、著をですね説明をしていきます。まず今日の字のポイントとしては、足は揃えて頭の高さ右側を高くする。それからここですね、この糸辺の点とここの払いがぶつかりやすいので、ここの点を少し高めに打っといてください。はい、そうするともう書きやすいですね。気にせずに書いていきます。まず糸辺はここラインを揃えてください。右も左もいいですかね、この位置。それでは1画目、1画目、ここはここの角度とここの角度平行にしないようにしてくださいね。上は平ら気味に、下は斜めにですね。一度グッと反対側に押さえて、できるだけ平らにの字書いていきます。で次ここしっかりとはみ出して少し反らせるような感じですかね。で次ここライン揃えて、次は斜めですね。一度グッと押さえてから斜めに降りていって、次も左側しっかりとはみ出して右上に行きます。でここを押さえる。これも押さえすぎてはみ出ないようにしてくださいね。ここライン揃えて、で続いてここくっつけて斜めに押さえてからまっすぐ次に向かって、跳ねても跳ねなくてもどちらでもいいです。で斜めに押さえて、左の払いは長く、でもライン揃えると、このライン揃える。で次の点はここのライン揃えながら、ここの払いを気をつけて高い位置に打っていきます。押さえ、続いてこの辺りですね、いいでしょうか。この位置、ここよりも少し下ぐらいから直線右上がり、次糸辺より少し高い位置から斜めに押さえてまっすぐ、でここはこのラインぐらいですね、少し高い位置になりますが大体同じぐらいの位置、ふっくら右上がり。で続いてここより少し低いぐらいのところがいいと思います。一度押さえてからここのここを通ってですね、払っていきます。しっかりはみ出して、もうすでに糸辺で気をつけてあるので気にせずに払いますね。で続いて火を書いていきますが、次の火はまあこれも好みに分かれますが、ここの左上の角が少し斜めに欠けたような感じで書いていきますですかね。斜めに押さえてまっすぐ、でこっからじゃなくて少し斜め上がったところからふっくら右上がりでまっすぐ、で両方ともはみ出すことが前提なので少し長めに書いてあります。いいですかね。足を揃えて、で幅を揃えてふっくら右上がりで閉じていきます。いいでしょうか。それでは書いてみます。まず最初は頭を少し低くして平ら気味に、一度押さえてはみ出す、ライン揃えて、次は斜め、次しっかりはみ出して右上がり、斜めに押さえてまっすぐ、でこの辺に打ちたくなるけど少し上に直線右上がり、少し頭高いところ斜めに押さえてまっすぐ、暗右上がり、グッと押さえて払う、斜めに押さえてまっすぐ、ふっくらで幅を揃えて下をはみ出すと。もう一度いきます。平らに、次は斜め、揃えて下はみ出して、はい、こんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さようなら、さようなら、さようなら。